レオポルトス・プリムスは17世紀後半の帝国自由都市ハンブルクで初めての護衛艦である。同艦はスペイン、ポルトガルと西アフリカへの交易路における海賊対策とグリーンランド行きの捕鯨船護衛のために建造された。艦名は新生ローマ皇帝レオポルト一世にちなむ。1668年に収益した後、34回に及ぶ 大公海を経て1705年に解体された。この艦はやや後に収益し、より著名となった、バーペンフォン・ハンブルクと、おそらく同系である。ハンブルクの風景。エリアスガリの1680年頃の絵画。バーペンフォン・ハンブルクと、レオポルドス・プリムスが停泊し、ハンブルクの選手、ゲールとハームゼンバーカーの施設護衛館、ケイニヒザ・ロモンス・ゲリヒトに礼砲を打っている。 ベルベル人の奴隷取引の現場、1694年の同伴が、ハンブルクの新聞発行業者、ヨハンフリッシュは特に詳細な描写をもって、しばしばベルベル人と呼ばれたバルバリア海賊の創造上の残虐性を注目に明示しなければならないと考えた。ハンブルクの船員の苦しみをこのように公開する背景には、 特に利益の高い商売をしようという期待があったと見られる。ハンブルクは16世紀、ハンザ同盟が衰退すると、その中で指導的な地位にあったリューベックに対し経済的な重要性を増大させていった。さらに、ハンブルクの交易関係の重点は、中世において同志とハンザ同盟の最重要の交易権であった。 国会とバルト海一帯から大西洋と地中海に移った。この傾向はそれぞれ故郷との重要な接点をもたらしたポルトガルからのセファルディム、並びにネーデルラントからのユダヤ人やプロテスタント難民の移住によって強まる。こうしてカカオ、レーズン、タバコ、織物や香辛料などの交易が盛んになった。イベリア半島との交易を通じ、 初めて外をその他の新大陸産の原料がハンブルクに到達している。30年戦争の間、ハンブルクは厳しく中立を守り、海戦の少し前に建築された要塞施設によって攻撃からよく守られていた。さらにすべての交戦国がハンブルクが無事であることが最も利益を生むと比較的早く認識したため、この戦争をも待ちに、 大きな損害を与えずに推移する。こうしてハンブルクは17世紀の中盤以降、ロンドンやアムステルダムに次ぐヨーロッパでも最重要の交易中心都市の一つへと成長することに成功した。同志はロシアのアルハンゲリスクから南方の地中海諸港とまで交易関係を結んだ。航海は高い利益を約束したのみならず、数多くの危険もついて回るものであった。 とりわけ地中海一帯で、交易船は海賊に脅かされていたのである。そこでは主に、オスマン帝国の支配下にあった、バリバリア諸国、アルジェ、トリボリとチュニスの死略船が活動していた。これらバリバリア海賊は交易船を、罪にごと打破し、乗組員を奴隷とし、西地中海の市場で売り払っていた。死略船は稀に、その略奪行動の範囲を、 エルベ加工にまで広げることさえあった。強大な海軍国と異なり、ハンブルクの船舶は、軍事的な保護を十分に与えられていなかったため、特に脅かされていたのである。奴隷となったハンブルク出身の船員を買い戻し、自由の身とするべく1622年には、初めての奴隷解放保険が同士で施設された。これは船員に、捕獲から解放される一種の保険を提供している。 1662年6月22日、推定150万ハンブルククーラントマルクの積み荷を満載した船8隻がリスボン沖で海賊の手に落ちると、ハンブルク市参事会と市民議会は結局対策を講じることを余儀なくされた。議会はハンブルク提督区参事会を通じて、いわゆる護衛艦と呼ばれる武装艦の偽装し、交易船に船団を組ませ、 これらの護衛艦に防護させることを決議した。さらに指導的な海軍国と条約を締結し、外国の港において、市の交易船に対する護衛と安全を強化することも決定した。1700年頃の大秘湯は、この門の近くにレオポールドスプリムスの建造現場があった。レオポールドスプリムスとおそらく同系艦である。 バーペンフォンハンブルクの計画と建造は1663年に始まる。計画が文献に書出するのは同年6月4日の帝徳府の議事録である。商人、ディートリヒ・ファスマーが全商業者の代表としてトルコ人に対抗できる何隻かの艦を市が建造、あるいは購入することを提案した。従来の不敵な商船に代わり、以後は純然たる軍艦が、 ハンブルクの貨物船の保護に配慮することとなった。早くも9月23日には市民会議がフリゲート2隻の建造を提案する。その資金調達のため、合金、すなわち私壁と水号の建造、補強と防備のための支出が倍化されることになる。間もなく市民議会は諸計画に賛同した。レオポルデス・プリムスの建造について伝わる情報は多くない。 建造開始は不明の理由によって著しく遅れる。諸計画はほぼ忘れ去られたかと思われた。1665年2月、立派な商人7名が創設して間もない、ハンブルク商人の代表機関、商業委員会が献刊を催促した。1666年6月27日、それが未だに始まっていなかったので、同委員会は再び計画に注意を促す。 10月31日、市民議会は改めて2席の建造を承認したが、この時には建管を開始してから合金を支払うという条件をつけている。1666年11月と1667年1月、商業委員会が重ねて、建管を採測した後、誰が領館の建造費用を負担するのかという議論が発生した。 提徳府と商業委員会の間で数多くの所管が交わされる中、費用分担をめぐる審議や協議はなおも進展を見せなかった。結局、寄稿は1667年中に実施された。一席は資金庫が、もう一席は商業委員会が負担することになり、それぞれの出資者が監督する中で献刊されたのである。両館の建造は名前が伝わっていない。 ネーデルラントの戦勝の指導した、ネーデルラントの模範に従い、純粋に職人の手で実施された。すなわち、設計図は用いられていない。同時代の戦勝は誰もが書類で記録されたり、譲渡されたりすることのない、厳しく守られた家電の秘密を受け継いでいたのである。建造の場としては、大秘湯は付近の広場が利用された。皇帝レオポルト一世を表した、甘美像など、 彫刻作業は、ハンブルクの彫刻家、クリスティアン・プレヒトが担当した。この像は現在、ハンブルク歴史博物館に展示されている。木工作業は気候と同じ年に終わり、1668年2月からは、館の偽装が始まる。同年9月、レオポルド・スプリムスは、出港準備が完了し、その旨が、市議会に報告された。しかし、は、 すでに4月には完成していたと思われる。なぜなら、商業委員会のある覚書が、その時点で、心臓の護衛官に言及し、同年の夏には、準備が整うとしているからである。レオポルトス・プリムスは M ドライヤーを、初の館長にいただき、諸女公開に出た。レオポルトス・プリムスの完備を飾るレオポルト一世像。伝説によれば、このわかりやすい、ハプスブルクの顎は、 海賊にさえ圧迫感を与えたという。この像は、ハンブルクの教会のためにも、作品を制作した同士の彫刻家、クリスティアン・プレヒトの手によるものである。このように重要な艦の名を、遥かなウィーンで厳格にカトリックを信仰する皇帝に、ちなんでつけたことは、神聖ローマ帝国の国事にあまり関わってこなかった、ハンブルクにとってかなり異例であった。その動機としては、 この命名問題を題材とする手書きの詩が挙げられる。作者は1664年にトルコ軍のヨーロッパ進撃を阻止したレオポルト一世率いる神聖ローマ帝国軍のモーガースドルフにおける勝利に触れていると考えられている。この皇帝をイスラム教徒の海賊に対する守護聖人にいただくことは、つまり当然の発想だったのである。さらに、 レオポルト一世の通商政策は北に目を向けたものであり、ハンブルクは銅の輸出及び海外交易の積み替え項として必要であったという事情も加わる。これらの計画はまだまだ帝国自由都市としてのハンブルクの地位を否定していたホルシュタイン公に対し強力な同盟者を得ることになったハンブルク市民にとって歓迎されるものであった。 皇帝とハンブルクの友好関係は、ハンブルクが厳格に中立を貫いた30年戦争の時代に由来する。センビローカンパンとカンビカンパン。レオポルトスプリムスの第86材部分の断面図。艦隊下部の屈曲がよくわかる。数々の偶意的な像と皇帝レオポルト一世遺像をもって美しく装飾されたカンビ版。艦の大きさと外見については、 姉妹館のバーペンフォンハンブルクと同様に有意義な資料がほとんどない。寸法は伝わっておらず、当時は一般的であった模型についても一切が不明である。そのため外見は数少ない確実な絵画や1685年から伝わるバーペンフォンハンブルクの船舶設計図から再現するしかない。その再現によると、 レオポルトス・プリムスは二層式で平らな完備を備えた横帆船であった。両艦がヨーロッパの他国と同様に主流のネーデルラントの建造様式を模倣したのは確実とされる。クインガーはレオポルトス・プリムスとバーペンフォン・ハンブルクのどちらもネーデルラント海軍の機関エミリアを多少なりとも模倣していると推測している。それに従うと、 レオポルドス・プリムスの全長は、ちょうど40メートル、全幅はほぼ11メートルであった。エルベ川の浅瀬を通過して、ハンブルクに至るため、レオポルドス・プリムスの艦隊は、いわゆる、ロッテルダム型の形状で作られていた。つまり、艦隊下部には、屈曲があり、艦の喫水と復元性が変わらない場合において、艦隊が丸みを帯びる、同規模の艦船と比べ、 はるかに喫水が浅くなるようになっていたのである。看備は板によって平らに切れており、そこには上手のレオポルト一世の像が固定されていた。千尾板はクォーターギャラリーと共に構造上一体となっている。千尾板と千尾楼は外交上の理由により芸術的なバロック様式の彫刻で装飾されていた。例えばおそらくレオポルト一世像の上に 千尾板の終端部として、ライオンの像が二つあった。この像は、ヒッポカムポス、イルカその他の海洋生物の彫像に囲まれていた、可能性がある。また、他の多くの部分にも、彫刻や装飾が施されていた。原則には、現象を含むガンネルまで板が張られていた。缶の板張りは平ら張りであった。すなわち、板の両端は丸みを帯びて接触しており、 滑らかな表面を形成していた。レオポルドス・プリムスは3本のマスト、すなわちフォアセール、フォアイコールトップするとフォアトゲルンスルを伴うフォアマスト、メインスル、メイントップスルとメイントゲルンスルを伴うメインマスト、およびクロスジャッキとスパンカーを伴うミズンマストを備えていた。さらに、複数の小さな帆を伴うバウスプリットもあった。帆の色は、オード色から灰色であったと思われる。 一方、白であったとは考えられない。護衛艦としての任務に最も重要な偽装だったのは、大砲である。レオポルトス・プリムスには合わせて54門が搭載されていた。最も大口径の方は、通例に従って、下部の方艦パンに、より軽量の方は上部の方艦パンや左舷、並びに後部艦パンに置かれていた。姉妹艦である、バーペンフォンハンブルクに関しては、 下記の構成が再現されており、レオポルドス・プリムスも同様であったと思われる。同館には法より多くの訪問が設けられており、法の配置転換が可能になっている。大砲はおそらく中鉄製である。聖堂は外交用の数少ない法にのみ用いられたと考えられている。これらの大砲の一部は、デートクフの発注によって製造されたり、他には、 ハンブルク市内や外部から購入されたりした。レオポルデス・プリムスが長期間にわたって校内に停泊していた間、砲は下ろされ、すぐに護衛艦の偽装を担当する護送船団武器庫に運ばれた。これらが艦に戻されるのは次の航海が迫ってからである。この背景には大砲をハンブルクの防衛に使えるようにするという施策の一つがあった。 例えば1686年、ハンブルクがデンマーク軍に攻撃された時、護衛艦の方は死壁に回されている。それらの方が艦船に戻されたのは1687年5月になってからのことであった。レオポルドス・プリムスの乗組員は、航海の長さと目的に応じて150名から250名で構成されていた。そのうち、 班長と副官を含む15名から20名が士官であったが、説教者と兵の指揮官もその数に入っていた。本来の乗組員が報給を受け取ったのは、後悔の間のみであった。しかしハンブルクでは、同時代のイングランドの観光と異なり、船員の強制帳簿は行われない代わり、市内その他の重要な終戦場で募集された。装備、衣装箱、背負い袋、ハンモックや衣服は、 戦員が自分で用意することとされた。どちらかといえばみすぼらしいそれらの服は多くの船乗りがボロ布から自分で作ったものである。戦場の劣悪な衛生環境は戦死者1名に対し病没者が最大4名に上るという結果につながっている。蒸気の人数には一時的に募集された兵員40名から60名も含まれている。彼らは常設の 訓練を受けたハンブルク守備隊から抽出され、死の司令官の命令で、レオポルドス・プリムスその他の護衛艦に配置されていた。そして船員とは、対照的にハンブルク市軍の征服を身にまとい、戦闘における本来の任務と並んで艦の秩序を維持する役目も担ったのである。レオポルドス・プリムスの艦手、レオポルドス・プリムスの成果に富む出動は、数々の報告に裏付けられている。 例えば1673年の晩秋、艦長ベーレント・ヤーコプゼン・カープ・ファンガーは、レオポルド・スプリムスをもって、同艦がポルトガルから護衛してきた戦団を、フランスの主略艦隊がドッカーバンクで襲撃した際、戦闘に勝利している。1年後、カープ・ファンガーは、サンビセンテ岬で、トルコの海賊船3隻と遭遇したが、これらは早期に戦いを打ち切った。 カープファンガー率いるレオポールデス・プリムスの出動の頂点を成したのは1678年9月11日、エルベカ港でフランスの試略フリゲート5石を撃退した戦いであった。フランスのフリゲートはグリーンランドからハンブルクへ戻る50隻の捕鯨戦団を狙っていたのである。この時は12時間に及ぶ海戦の末、フランス艦2隻が撃沈され、 残りは配送した。ハンブルク側で失われた船はなく、レオポルドスプリムス自体も軽く損傷したのみであった。同艦の戦死者は2名に止まったほか、1名が負傷している。伝説によればハンブルクは、カープファンガー艦長を外戦行進と共に迎え、市議会は彼に300ライヒスターラーを送ったという。1679年。 スウェーデン・ブランデンブルク戦争に際して、ハンブルクが約束していた15万ターラーに上る補助金を強制的に徴収するべく、ブランデンブルクプロイセンの艦隊がフリー、ヘルゴラント島及びシェトランド諸島近海を紹介していたとき、レオポルドスプリムスとバーペンフォン・ハンブルクを含む複数のハンブルク艦とブランデンブルク艦隊が対峙に至った。 どちらも戦闘準備を整えて向き合ったが、ハンブルクとブランデンブルクが交渉中であったことは誰にも分かっていたため、この対決もどうにか無事に終わっている。最終的には平和裏にハンブルクが未払いの資金を納めるという合意が交わされた。艦隊中央部の詳細。1681年、カープファンガー指揮下のレオポルズ・スプリムスはトルコ艦隊から スペインの白銀艦隊を救う行動に参加し、1686年8月にはクリスチャン5世率いるデンマーク軍に対してハンブルクが防戦した際、重要な貢献を果たしている。この時、市議会の決定によって、帝徳府にレオポルトスプリムスを独自の判断に基づいて投入する権利が与えられたのである。その出撃とブランデンブルク並びに、 ハノーファー艦隊の介入がなければ、市の独立はデンマークによる占領をもって終わっていたと考えられる。1693年、レオポルドス・プリムスはサンビセンテ岬付近で、今度はフランスの死略船に襲撃された。この時には、護送船団のほぼ全ての船が失われている。1七百二年、レオポルドス・プリムスは、当時のハンブルクが保有する三隻の護衛艦の中で、 最古の一隻となっており、西方に向けた護衛任務の間に強い嵐に遭い、重大な損傷を被った。艦長のシュレーダーは引き返し、イングランドのファルマス港へ退避することを余儀なくされる。視察の後、船大工たちは、レオポルドスプリムスに修理するだけの価値がないとみなした。シュレーダーはこのことを、配下の士官たちの官邸を添えて、ハンブルクに報告した。 この艦を売却するという提案は、市議会と提督府から却下され、レオポールドス・プリムスはハンブルクへと開港される。ハンブルクの専門家は視察の後、同館が修理可能できるもので、彼らの一部はなお10年の公開が可能であるとした。続いて、レオポールドス・プリムスは3500マルクをかけて修理され、1703年にはグリーンランドへ向けて出港している。 レオポルデス・プリムスが次の航海へ出る前の1705年3月、護送船団委員会は、主官と乗組委員に、この艦が護送任務中に、どのように持ちこたえたのか質問した。最も不利な証言をしたのは上等兵装であり、この艦は波がない時はよく走りますが、悪天候下では走ろうとしません。と述べている。何人かの専門家はなおも、 レオポールデス・プリムスがイングランドへの航海を実施できると考えていたが、護送船団委員会は市議会との合意の下同艦をこれ以上出航させないことにした。この決断は確実に改めて修理すれば必要になっていた極端に高額な費用を背景に下されたものであった。36年を経て、ハンブルク始発の護衛艦の管歴は終わった。その後、 レオポルドス・プリムスについては何も伝わっていない。1705年、おそらくハンブルクで解体されたようである。レオポルドス・プリムスは合計でイベリア半島へ22回、イングランドへ3回、そして捕鯨船護衛のためグリーンランドへ9回の航海に出ている。これによって同艦はハンブルクの護衛艦として収益中に最も出動を重ねた艦となった。 32回の航海をもって、これに迫る成果を挙げられたのは、アトミラリテート本、ハンブルクのみである。どちらかといえば、しばしば外交のために建造されたハンブルク氏の他の護衛官が、これほどの規模をもって、本来の目的に対応したことは耐えてなかった。間違いなく、レオポールデス・プリムスを描いた作品は冒頭に示した1680年頃のエリアスガリの絵が、 エルベから見たハンブルクの風景のみである。ガリの絵画では前景の左から2隻目の船としてレオポールドス・プリムスが見られる。その左には姉妹館バーペンフォン・ハンブルクが描かれている。1672年生のあるガラス製ービールジョッキ1688年頃のハンブルクの風景を描いた J.G. シュトゥーアの絵画や特に同版画など他のすべての作品は ハンブルクの同伴画家、長金家、ヨアヒム・ビヒマンが1675年に制作した同伴画に基づいている。しかし彼はこれら二隻の護衛艦を描いてはおらず、ネーデルラントの同伴画家、ベンチェス・ラウス・ホラーがおそらく軍艦、で、コラントシェ・マークト・トインデン、トゥインを描いた版画を単に盗作したのである。レオポルト・スプリムスと、初代、バーペン・フォン・ハンブルクを描いた。 他の作品は1675年に出版された、ペーター・ヘッセルの著書、ハーツ・フライズ・センド・ベトロク・トゥーンガン、フォンデム・エルベストロームに掲載されている。一次資料や二次資料では、ハンブルクの護衛艦は二層の砲艦パ板を備える、比較的大型の二層艦であった場合でも、フリゲートと呼ばれることがある。しかしそれらは十八世紀中盤以降に導入された砲艦パンを一つしか持たないより、 軽量の非常に公用能力に優れた新時代のフリゲートではない。17世紀と18世紀前半、フリゲートという故障は多様な艦種に対して使用されており、非常に小型の一層艦から比較的大型の2層艦を含む多くの艦船がそう呼ばれる場合があったのである。基準となるポンドがどの度両校におけるものか、また方針の遊びがどのようなものか不明であるため、 光景をセンチメートルで表記するには問題がある。おそらく大砲の光景はおおよそ次の通りであった。18ポンド砲、イコール12.7センチメートル、8ポンド砲、イコール10.2センチメートル、6ポンド砲、イコール9.4センチメートル、4ポンド砲、イコール7.6センチメートル。エルンス・トボッシュ、ハンバーグス・コンボイ・シファト・ウント・コンボイ・ウェッソン。 アインビトラグツアゲシヒテデアシフファートウントシフファージーンライトンイム17ウント18ヤーフンダートハンバーグ 1896P134 スリフトンダイアドマーリタットビットリフェンド提督不関連書館集商業図書館書集の手書きの歌ボッシュ P136 中1より引用ボッシュ P142 ありがとうございます